いわゆる袴田巌ししさんは1966年一家4人を殺害したなどとして死刑が確定しましたが去年、静岡地裁で再審公判が始まりましたきょうの裁判で検察は改めて死刑を求刑し弁護側は無罪を主張最後に姉の秀子さんが弟を人間らしく過ごさせてくださいと述べました。